どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中根人エルザです。今回はバージョン 2.5 で復刻するトパーズについてまとめて解説をしていきたいと思います。トパーズに関しては復刻のペースが早いキャラではありますが、何かと評価が上がってきてるキャラなんですよね。実装した時から使用していますが、編成のパーツがどんどん増えていって、トパーズの扱いやすさが上がっているように感じます。特に今回の秘書実装でよりトパーズの活躍する場面がはっきりしてきましたからね。実装した時よりも扱いやすくなっているのかなと思います。ということで今回はトパーズとムトツムモチで現在の環境にどれくらい相性がいいのかをまとめて解説していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。それではまず現環境での強みをまとめていきたいと思います。こちらに関しては3つのポイントで話していきます。まず1つ目、全てが追加攻撃のキャラとなっています。トパーズに関しては株を召喚物として戦うアタッカーとなってますが、全ての攻撃は追加攻撃になっているのも特徴となります。そのため全ての攻撃は味方の追加攻撃の起動要因として扱えるため、追加攻撃編成では重宝する立ち位置になってきてます。続いて2つ目は追加攻撃と連携がしやすいっていうところです。トパーズの魅力は追加攻撃に対して株の行動順がアップするっていうところになります。先頭の話で言うと株の方が本体と言ってもいいですからね。で、味方の追加攻撃回数が多いほど株の行動機会が増えるっていうのがありますので、より追加攻撃の連携がしやすいっていうのがあります。なので味方に追加攻撃が多いほどより株が活躍しやすくなるっていうところになります。続いて3つ目は専用デバフは強力っていうところです。専用のデバフで負債証明っていうのがありますが、これにより受ける追加攻撃のダメージをアップすることが可能となります。そのため味方の追加攻撃持ちが多いほど恩恵が大きくなるっていうところがありますね。しかもこちらに関しては解除不可となってますので、デバフを必ず一つつけれるっていうのも嬉しいところです。また純種のキャラに関しては単体特化の攻撃が多いので、この専用デバフが刺さりやすいっていうのもあります。トパーズの現環境での強みとしては、追加攻撃に依存したキャラとなっており、追加攻撃持ちの味方が攻撃するほどより効果を発揮しやすくなっているっていうのがあります。これに関しては秘書の登場によってそのあたりが解消されたなと思います。続いては現環境での欠点について話していきたいと思います。こちらもポイントは3つあります。まず1つ目、全ての攻撃が単体特化っていうところです。トパーズの攻撃に関しては単体しかないっていうのがあります。必殺技に関しては株が強化状態に入るんですが、拡散攻撃になるってことはないんですよね。ただ強化状態に入るとヒット数が多くなるため敵を倒しやすくなるっていうのがあります。複数には向いていないっていうのはありますが、うまく敵を倒し続ければ複数体でも対応可能となりますが、そこまで対応力が高いキャラではありませんので、複数体には向いていないっていうのが注意が必要です。専用デバフの負債証明に関してですが、切り替えの方法はスキルを発動するか敵を倒した後のランダムな付与となります。スキルで選ぶ分には問題ないんですが、ランダム付与の場合状況によっては狙っていない相手になることがあるため、対象を選ぶ時の注意が必要になるんですよね。しかも対象を変えるとなった場合は SP を必ず消費する状況となりますので、敵がどんどん入れ替わる場合は対象を選びにくいっていうのがあります。しかもこの負債証明に関しては味方の追加攻撃ダメージを強化してくれるので、必ず倒したい敵や狙いたい敵に対して付与したいんですよね。そういったところを考えるとデバフの切り替えっていうところでは難しいかなと思います。続いて3つ目、追加攻撃持ちが必須というところです。ハブの行動順は追加攻撃依存となるため、トパーズだけではなく味方の追加攻撃も必要になります。味方の追加攻撃がないと全然カブは行動しないっていうところがあるんですよね。なるべく多くの追加攻撃持ちを合わせて編成したいっていうのがありますので、戦闘効率はかなり考える部分があるのかなと思います。トパーズに関しての欠点ですが、単体特化の性能で追加攻撃の回数に株が依存しているため、良くも悪くも味方の追加攻撃回数に依存する性能となっています。いいところも味方依存っていうところなんですが、悪いところも味方に依存してしまうところがありますので、性能的には一長一短かなっていうところになりますね。続いてはトパーズの凸について話していきたいと思います。トパーズの凸に関してなんですが、1凸が結構強力なものとなってます。効果としては最小目の状態が強化されるっていうところですね。しかもこの強化されるのが敵の受ける追加攻撃の回心ダメージがアップするっていうところになりますので、ダメージを飛躍的に伸ばすことができるんですよね。しかも2層累積可能なので、このあたりは他の追加攻撃アタッカーと非常に相性のいい部分となってます。その他の凸に関しては、株が行動した時にトパーズの性能が上がるっていうものになってますので、トパーズの効率を上げるものっていうのが多いですね。
なので凸としては一凸することによって会心ダメバフが付与されるため追加攻撃編成の恩恵が大きい分一凸で十分かなと思います。ただその他に関しては株の性能強化だったりもするので火力を上げるだけなら一凸で十分な性能となってます。凸は無理にしなくてもいいのかなと思いますね。続いて高円錐や異物ステータスガイドについて話していきたいと思います。高円錐のおすすめの順番としては悩んで笑って論剣最後の勝者正解順行となります。優先度に関してですが火力を安定させるために会心率とヒット数を意識して選ぶのが大事かなと思います。まずトバーズに関してなんですが自身の行動よりも株の行動が多くなるため追加攻撃でしっかり火力を出すっていうのが大事になります。しかもこの追加攻撃に関してはヒット数が多いので回心率が低い場合ダメージもそれに伴って下がるようになるんですよね。なので異物厳選で回心率が足りないようであれば回心率を上げるものを装備することをお勧めします。それで十分足りてるなら攻撃力が上がるものっていう感じですね。一応おすすめとしては今回この順番にしてますが回心率が足りない場合は正解巡行が前に来ても問題がないかと思います。続いて異物とオーナメントに関してです。異物に関しては太鼓ですね。でオーナメントは王朝となります。オーナメントに関してはサルソットでも問題なしです。でこちらに関してなんですが全ての攻撃が追加攻撃となってますので対抗と相性がいいのは変わらずというところです。またトパーズと株が行動すればすぐに王朝のバフも獲得ができますので今ならこの組み合わせがトパーズには合ってるかなというところになります。しかもトパーズに関しては最適編成で必ず追加攻撃持ちを合わせますのでそういった点でも王朝のバフ獲得が早くなりますので組み合わせ的にはこの2つになるのかなというところです。続いてはトパーズのメインステータスなどについて話していきたいと思います。まず胴体に関しては会心率が重要ですね。とりあえず上げまくるのが大事です。ただ会心率が十分満たせるようであれば会心ダメージもおすすめです。服に関しては速度攻撃の順です。弾に関しては炎ダメですね。で縄に関しては攻撃というとこです。トパーズに関してはサブアタッカーではありますがなるべく攻撃系を積んでおく方がいいかと思います。続いてサブステータスです。優先度としては会心率、会心ダメ、速度、攻撃となります。続いてはエンドコンテンツのためのステータスです。 HP は3000以上あるといいですね。ある程度は体力あるといいかなと思います。攻撃力に関しては2500以上ですね。高ければ高いほどいいです。株の火力が上がるので攻撃力は意外と重要なところです。会心率に関しては 80% 以上です。会心ダメは150以上が望ましいかなというところです。ステータスに関しては回心率は高い方が株の火力が安定するので優先したいところとなります。そこから回心ダメだったり攻撃力をどんどん上げていくって感じになりますね。また回心率に関してはなかなか盛りづらいなっていうところがありますので高円錐でうまく補うのがいいかと思います。続いては飛翔との相性についても話していきたいと思います。飛翔のサブアタッカー要因としてなのかとかいろいろ選ばれますがトパーズがいい理由っていうのを話していきたいと思います。まず一つ目、サブアタッカーとして最適というとこです。まず飛翔に関してですが、追加攻撃持ちのサブアタッカーは必須なところとなります。そのため、追加攻撃のデバフが付与できるトパーズとは、攻撃面でのサポートだったりもできるので、相性が良くなってるんですよね。しかも、スキルでしっかりデバフを意識すれば火力アップが見込めますので、飛翔の火力を存分に震える要因としては優秀なところかなと思います。ただこれだとまだまだ弱いかなっていうところがあるんですが次が結構大きなポイントです。飛翔以外とも連携が取りやすいっていうのがトパーズの魅力ですね。トパーズに関しては追加攻撃編成においてアタッカーだけではなく全員と連携が取れるという点が本当魅力的な部分だと思います。これは7日にはない部分ですね。7日とかに関しては師匠だけが対象となるので恩恵というところの範囲が狭いんですよね。特にトパーズの力が発揮できるところで言うと最適編成の場合アベンチリンのチャージに影響する部分となります。でカウンターが発動すると耐久面の確保になりますのでチーム全体として生存率が上がっていくんですよね。戦闘がすごく楽になる部分でもありますのでアベンチリンとも相性が良くさらに飛翔とも相性がいいという部分ではトパーズは飛翔の相方としていいのではないかと思います。しかも秘書に関してですが秘書の追加攻撃は単体に特化したものとなっています。そのため一人ずつ潰していく性能とトパーズは非常に相性がいいんですよね。トパーズ自身も単体特化なのでこのあたりは組み合わせしやすいっていうのがあります。
編成全員が追加攻撃持ちなら、より下部の行動機会を増やしつつ、味方の性能も活かせるため、飛翔だけでなく他の追加攻撃持ちとも連携が取りやすくなっているのが相性のいいポイントとなります。個人的にはトパーズとナナカを属性に合わせて使い分けるということをしてますが、トパーズの方が連携が取りやすく安定しているなと思いますね。続いてはエンドコンテンツの使用感について話していきたいと思います。トパーズ採用したらどれくらい変わるかっていうところですね。ではまず一つ目。トパーズに関してですが、裏庭末日で活躍ができるようになったなと思います。飛翔の登場によって追加攻撃のアタッカーが揃ったことが大きいですが、敵の数が少ない裏庭などでは活躍がしやすい環境になったなと思います。また、末日に関しては行動順の消費をなしで攻撃ができるようになりますので、そういったところが相性がいいなと思います。ただ、エンドコンテンツでもトパーズは注意点があります。それが虚構除地に関してですね。こちらに関しては結構辛いなと思ってます。単体特化の攻撃のため、追加攻撃持ちとはいえど、虚構除地の適性は低いままとなります。これは全体攻撃持ちの自衛度と合わせるといいんですが、ほんと合わないんですよね。手動ならまだいい感じになるかなっていうのはありますが、オートだとほぼ難しいところとなりますので、虚構除地は相変わらず苦手と思っておいてください。続いては編成の紹介をしていきたいと思います。おすすめとしては3つですね。結構固定になってるかなと思います。まず1つ目、追加攻撃特化編成ですね。飛翔の編成になります。メンバーは飛翔、アベンチュリン、トパーズ、ロビンです。最近よく紹介してる編成ですね。こちらに関してはトパーズを活かすなら一番最適な編成となってます。味方全体が追加攻撃のシナジーがあるのも嬉しいところですね。トパーズに関しては通常攻撃で下部の行動であったりとか味方に恩恵がありますので FP 管理ができるのもいいところとなります。追加攻撃編成を使ってて今のところ一番ストレスが少ない編成かなと思いますね。続いて2つ目です。霊障編成です。メンバーとしては、霊視をアベンチュリン、ロビン、トパーズとなります。飛翔と霊視を変えた編成ですね。こちらに関してですが、飛翔が登場する前は、トパーズの最適編成というところだったので、この編成は相変わらず強いままかなと思います。また、トパーズのデバフ付与で、霊視をサポートできるというのもいいですよね。飛翔なしなら追加攻撃編成はこれが最適かなと思いますので、霊視を持っている方はこちらも試してみてください。それでは最後、3つ目です。運技追加攻撃特化編成となります。メンバーはトパーズ、ウンリ、ロビン、アベンチレンとなります。こちらに関してはカウンターを主軸にした編成となります。ウンリが入っているのでウンリがどれくらいカウンターするかによって変わってくるって感じですね。敵のターンをうまく活用すれば株が動きやすくなりますので、そういった意味では相性がいいところとなります。ただしトパーズの最小命がカウンターの対象となる敵に付与しているかっていう問題がありますので、効果を発揮しづらいなっていう一面はあります。その点だけが注意が必要な編成となりますね。トパーズに関してですが、編成を見てもらうと分かる通り、サブアタッカー要因となります。このため、メインとなるアタッカーの飛翔や霊障と合わせるのが一番いいかなというところです。ただし、どの編成に関しても保証限定が多く、高級な編成となるため、難易度は高めとなってます。特にロビンとアベンチュリンを合わせないといけなくなってますので、このあたりが難しいところかなと思いますね。それでは最後です。バージョン 2.5 の環境から見たトパーズの復刻ガチャについて話していきたいと思います。ここからは結構個人の意見として話していきますので、参考程度にしてください。ではまずガチャについてです。ガチャについては、追加攻撃編成のパーツが揃っているならありかなというところです。トパーズに関してはどんどん強化されてきて強くなってるなって感じる部分はあるんですが、やはりサブアタッカー要素が強いため、優先度としては飛翔の最適編成の中でも低くなっているのかなと思います。これに関しては、星4のナノカやモゼで代用ができるのも大きな理由ですね。実際、この2人を入れた編成の時に0ラウンドクリアとかできてるので、トパーズの優先度ってそこまで高くないんですよね。そのため、すでにロビンやアベンチリンなどのパーツが揃っていて、かつ強化を目指しているっていう人じゃないと、トパーズはなかなかおすすめができないなと思ってますので、パーツが揃っているならガチャを引くのはありなのかなっていうところになります。結構ね、強化されたような感じというか、相性が良くなってきたなと思うんですが、まだまだ必須かって言われると難しいなっていうところになってますね。では続いて、連環境から見ての話をしていきたいと思います。こちらに関しては、実装日から考えるとかなり評価が上がってきたキャラだなと思ってますね。これは飛翔の影響が大きいかなと思ってます。トパーズに関してですが、長い時間をかけて評価が上がってきたっていうのはいいところですね。この理由としては、追加攻撃においては性能が優秀っていうのがありますからね。
特に秘書が登場するまでは追加攻撃の頻度が多いアタッカーというのは少なかったので、やっと当てはまるキャラが登場したなというのがあります。これが今回実装してから評価が上がった要因かなと思います。なので今後も秘書のようなメインアタッカーが出てきたりすると活躍の幅が広がっていきますので、今後も期待ができるキャラなのかなと思います。個人的にはパーツとしてはとても優秀なキャラなのかなと思いますね。では最後、ガチャネ優先度に関して話していきたいと思います。今回の優先度に関してはレイサとトパーズで話をしていきたいと思います。優先度としてはレイサの方が優先かなというところですね。これに関してはトパーズに関しては評価が上がってきたっていうのはもちろんあるんですが、立ち位置的にはサブアタッカー止まりとなってます。なのでどうやってもメインや耐久枠が揃っていないと物足りなさを感じるんですよね。じゃあトパーズだけ入れたらどれだけ強くなるのかって言われると、そこまで劇的に変わるってことはないです。しかもトパーズに関しては星4で替えが効く状況っていうのはありますので、個人的には耐久枠が不足しているならレーサーを優先することをお勧めしたいと思います。トパーズに関しては弱いってわけではないんですけど、いろんな要素を考えた時にどうしても優先度が落ちてしまうんですよね。なので余裕がある時とか、パーツを揃えてもうこの編成を強化したいっていうのが明確にない時には、なかなかおすすめができないっていうのは相変わらずかなっていうところになります。ということでご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録、ご評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。